リフト天国ビデオボリューム93。2015 D1 グランプリ開幕戦の翌日、東京ドリフト2日目は厳選された選手たちによるスペシャルマッチ。中でも世間の注目を一身に集めるのが、世界初のドリフトマシンとしてデビューを果たすこの LFA。 非常に不安の気持ちでいっぱいです。あ、不安なんだ。そうですよ、だってまだ全開に ほぼしてないですからね。はい、テストでも全開にはほぼしてませんから。あの緻密な今村陽一が不安を抱えてると、はい、緻密だからこそ全開にしないんですけど危ないからねこれはやばいというセンサーが僕の中で働いてて、まあそうは言ってもね、乗っちゃえばそんなことも気にせずに乗ると思いますけど、ただね、やっぱ様子はいつも以上には見なきゃなっていう気持ちはあります。この日から遡ることおよそ1週間、ビデオオプションのカメラの前で LFA がシェイクダウンを迎えた。 V8 搭載の86に続き、 OTG モータースポーツが D1 に投入することとなったスーパーカー LFA。 エンジンはストックの V10 から86と同じナスカー仕様の 5.8 リッター V8 に乗せ替え、室内で純正の趣を残すのはダッシュボードのみ。モノコックはフロアからピラー、ルーフに至るまで全てカーボン製となっている。駆動系は86を踏襲し、クワイフのシーケンシャルミッションとウィンターズのデフ。足回りは純正パーツを残しつつ、サスペンションをオーリンズの特注品に交換。およそ4ヶ月の製作期間を経て、世界で1台のドリフト専用 LFA がついにサーキットに降り立つ。スーパーカーのご多分に漏れず、素材の運動性能は抜群。ほぼカーボンとアルミでできている軽量ボディは、車格からは想像できない軽快なハンドリングを実現したのだが、おっと、なんか右の足がおかしいぞ。縁石に乗り上げた時にメンバーがポッキリ折れちゃった。お台場まであと数日というタイミングでまさかのトラブルとなった。大急ぎで直してなんとか間に合わせた東京ドリフト2日目。その存在感はピットにあってもひときわ飛び抜けていた。見た目がもう戦闘力アップって感じですよね。見た目で確かにね、見た目と値段あ、武器ですかねそれね。だってうち2件買ってお釣りきますよ前日のチェック走行でもトラブルはなし。あとは本番前の最後の練習でどこまで感触をつかめるか。陽一の顔にも緊張の色が。やばいっすよ、やばい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 よ、やばいやばい。陽一自身、自分が LFA に乗ることに特別な意味を感じていた。また同じ車でね、こうシリーズを戦ってもやっぱりお客さんでね、飽きちゃうと思うんですよね。トラストさんもね、GTR 出してきたり新しい風を入れてきてますんでね、まあ、僕らのチームもね、LFA でね、もう度肝を抜くような車でやったら面白いんじゃないかっていうことを言っていただいて、まあ、そういうところでね、やっぱりお客さんを喜ばせるっていうのが、まだまだね、ドリフトって楽しいなとか、あと子供たちにもね、あのね、かっこいいな、ああいうね、ドライバーになりたいなとか、そういうふうに、ね、思ってもらえるようなね、身の振りをしなきゃいけないなっていうふうに思っています。数年前までは考えられなかったスーパーカーの参戦。 D1、 ひいてはドリフト界にとって大きな意味のあるデビューとなるはずだ。マシンの挙動を確かめ、いよいよドリフトに持ち込む。
順調に見えるが、どうやらサイドブレーキに違和感がある様子。それでもドリフト自体に障害はなく、ある程度の手応えをつかみ練習走行は終了。乗ってしまえば5万円の86も、3750万円の LFA も同じなんですけど、火は使います。盛大に火花散らしました。そうですね、ちょっとね、リア動きすぎててお台場特有のね、ギャップで下回りを擦ってるなっていう感じはするんですけど、ちょっとね、サイドブレーキの効きが悪くて、今パチンとこう車を横向けたいのにこう向かないというか、そこをちょっとこう今本番までには何とかしたいんですけど、ね、応急処置でクラッチのエア抜きをして本番に臨む。そしていよいよイベントの幕が開く。オープニングセレモニー。集まった選手たちは今一番勢いがある日本のトップ18名と、海外で実績を残す外国人ドライバー6名。開会宣言は選手代表とグリッドキッズの子供たち。東京ドリフト in お台場2015 D1 グランプリオーツマ、せーの、スタート。 D1 の醍醐味、追走の真髄をギュッと凝縮。世界最強ドライバーたちがしのぎを削るオール追走バトル、 D1 アルティメイト24。まずは追走ファーストステージから。おしゃべり担当は辻、石澤、谷口、鈴木の4名。採点は上本、山田の審判員2名と機械審査のドッスを組み合わせて行う。競技は3つの追走ステージで構成され、勝ち進んだ6名と敗者復活の2名で最後のトーナメントが組まれる。ファーストステージはご覧の12対戦。勝ち残ったメンバーでさらにセカンドステージが行われる。ファーストステージのコースは2コーナーの先で振り返した後、短い直線を挟み再び1コーナーに戻ってくるレイアウトだ。最初の注目の対戦は優勝候補の末永雅夫にイギリスから来たマクシーが挑む。ヨーロッパのドリフトシリーズ、キングオブヨーロッパのチャンピオン、モンスターエナジーのスポンサードを受け、実力は折り紙付きだ。海外からももうこういうね、もう強者がどんどん日本に来るわけですよ。プロレスの IWGP みたいなもんだね。あ、そうですね。単純なマシン性能では末永が有利。マグシーはそれを補うテクニックを見せたいところだが、今なんかあち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 って感じでフロントパイプみたいなのをしましたよ。あのね、エンジンがねボコンってね膨らんだの一瞬。おそれが飛んでった。結局このパイプ抜けで2本目を走れず、はるばるイギリスから来たバクシーはこれでおさらば。なんだかよくわからない。なんで決勝戦見てなってんだよ。わかんないわかんない。なんで決勝戦だよこれじゃよ。すいません、まだまだあの最初のファーストステージなんで早く帰ってください。もう成長著しい若手の筆頭株横井に対するは、不動の人気投票ナンバーワン野村健。3年ぶりに34スカイラインを持ち込んだ野村健。 2J を積んだニューマシンで予選への選考会に挑んだが惜しくも落選。しかし復調の兆しは十分にあり。俺ね、ノムケンの86ね、去年このイベント終わった後、あの売ってくれって言ってたんだよ。で電話かけて売ってくれって言ったら、マジでですか、もっと高く売れちゃったっつって。あ、もう売っちゃったんですか。まだ売れてませんけど、まだ売れてない、ね、あ、そうなの。結局残ってんの。まだある。勢いのある横井をノムケンがどう攻略するか。いや、飛び込んでいくぞ、飛び込んでいくぞ、ノードリゼット、リゼット、リゼット、さあ
の D1 のマシンの中では珍しいですね、はあ、エッジパターンのシフト、ああそれは応援したいです ね、 ね、入れ替えの2本目ではこれまで数多くの先輩たちを沈めてきたビタビタの後追いを横井が見せる。結果ノムケンもその餌食に。いやー尊敬できる先輩に勝っちゃいました。いつもこんな感じなんですよね。あのねリチャードギアの調子が悪いとですよ。わ、ね、かりました。そこまでは野村さん取ってましたよ。あらそうなんですか。いけてましたいけてました。あともう一歩です。あ我ながら惜しい。今年もこのスカイライン期待しますよ。野村元に拍手。前日の開幕戦でシリーズ初優勝を果たした川端、田中誠美はこの化け物にどう挑む。ここで田中誠美勝ったらもう川端今日出てこないってことですか。そうです。いやいや道場走行、道場走行、ね、川端の道場走行乗りたいぞ。それは乗りたいほらほら。いやでもあんまり喜ばない走り見たいから。それはそれで微妙なのね。そうストレートでは若干離されるもすぐさま腹に食らいつく川端。グッてるグッてるグッてる。ビタビタの状態でさあどこまで行くのか。アウトマーク抜いちゃう。うまく引いた、うまく引いた。ものすごいコントロール、このマシンコントロールは絶妙。並んでる並んでる。やりにくい田中誠美、これじゃやれないやれない。すごいところに追い込んだ。いやすごいね。すごいすごい、すげえこれ。10.5、すげえ 2.5 取った。勝ったのは川端正人。はい、ありがとうございます。いやなんか楽しいですね。ドリフト出たノリノリだ。ものすごい盛り上がってます。整備お手上げ、整備お手上げ。あれじゃ無理ですね。無理だね。いやでも田中誠美選手よく頑張りました。すごかったです。見事なもんです。他の選手の走りを見て陽一が本音をポロリ。とりあえず1回は勝ちたいな。LFA は対戦相手からもいろんな意味で気になる存在。いい車ですね。一度乗ってみたい車ですね。世界初ドリフト LFA のデビュー戦、陽一バイ、それぞれどんな走りを見せてくれるか。見られるのはもちろんこの D1 グランプリだけ。後ろから YAT が、 YAT があれ昨日の元気がないと食い込んでいけない、食い込んでいけない。これは LFA が逃げていく。さあ初めて走るこの LFA に対してバイカゼの YAT がどこまで入っていけるか。ぐーんと近いところに行く、近いところに寄ってく寄ってく。引いた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 。ここは待てなかった、待てなかった。いやー当てちゃいかんとばかりにちょっと引いてしまったバイカゼや。マナムさん、はい、あれバイさん気ぃつこて、これちょっとまずいなって感じたような、ね、ダメだみたいな、ね、やめとこうみたいな、やめとこうなりましたね、今ね、ちょっと怖いみたいな、今完全に走りに出ましたよね、はい、出ました、明らかだった、出ました、立場悪くなるかもみたいな。なんだバイもまだ可愛いな、可愛いですね。バイさんの可愛さ出た。一応もう勝負なんでね、はい、皆さんに見せれるように頑張りたいと思いますけど。そう意気込むバイだったが実際走ったらビビっちゃったらしい。入れ替えの2本目であわやの事件発生。今度は後追いでどんな形を見せるのか LFA。 しかしまだまだ出来上がっていない LFA が、いやここはまだ入っていけない。バイが逃げる、先行として先行としていい走りを見せている。それに対してさあ LFA が、 LFA が入れるか。後ろに回った、後ろに回っていった。これはまだまだ辛いところか。逃げていくバイカツヤ、今度は先行だと関係なく置いていく置いていく。LFA の高級車を逃げて逃げて、 YAT が何とか振り切った。近すぎたのとサイドで思ったより角度がつかなかったのが合わさって行き場がなくなりハードブレーキング。別アングルから見るとお釜を掘る寸前のフレンチキッス。あぶねえ。結果はイーブンでロス判定となったがわずかに及ばず、ここで敗退。悪くはないんですけど、やっぱりサイドブレーキが効かないから第一セクターでの車の向きの変わり方がやっぱり悪いから、そこで得点が伸びないですよね。あそこのやっぱ第一セクターの進入でサイドが効かないでパキンと車が向かないっていうだけでやっぱちょっと低いですよね。多分どっかで
タイミングでシリーズにね投入できるぐらいのパフォーマンス自体は持ってるんで、まあ問題ないと思うんですけどね。はい、ではあわやクラッシュの走りをフルオンボードでどうぞ。から参戦のポンちゃんは未だ乗り切れていない大悟と対戦。リコーナーから距離を詰めていく後追い大悟、繰り返した後からはぴったりロックオンしアドバンテージを取る。それを挽回しようとポンが勝負をかけた結果、腹に突っ込みスピン。攻めの姿勢は見せたが、今表通りの結末に大悟が一言。終わり。で終わりかよ。これは今までで一番短かった。一番短い。オッケーです。MC 殺し。プロフィール写真なんかカンドリ忍だと思ってもカンドリが出た。もうニコ生でさカンドリカンドリってものすごい出ちゃって出てた。この後の対戦で S がクーラントを巻き、 1,2 コーナー全域でコース清掃が行われた。そのおがくずの上に徐々に強くなってきた雨が加わって2コーナーがツルンツルンに。最後の対戦はこの難しい路面に翻弄される。さあ今度はフェデリコが大丈夫か大丈夫か、フェデリコが果敢に行こうというところ、さあ見事が昨日の当たった見事道2コーナーやっぱいやーここは2コーナーがツルツルなところ。イタリアンアクションがもうこんなもうドキドキどうしようもないと、まんまミアーなというところで難しいだよね。難しい本当にその瞬間もう何もできる状況じゃなかったです。静かなドリフトになっちゃうんですけど、それを試みたんですけど車が潰れたのが本当に悔しいです。この後のファイナルステージは後半で。